皆さん、こんにちは。インターン生のゆうきです。前回は、自炊をする上で、私が便利だと思う調理器具を紹介しました。今回は、買い置き編ということで、一人暮らしで自炊をする上で、あると便利な買い置きできる食材を紹介したいと思います。一人暮らしで自炊をしていると、今日はなんだか作るのが面倒だな、と思う日もあります。そんな時、買い置きしているもので簡単に食事を済ませられると便利です。また、一人暮らしをする上で、これはいつも置いておきたいというものもあります。そこで、私が買い置きしていて良かったと思う食材を3つ紹介したいと思います。まず1つ目は、鍋の素です。鍋のいいところは、何を作ろうか困った時に簡単に作れてしまうところです。具材は何を入れてもよく、家にある余り物を入れてしまえば作れます。具材を入れて煮込むだけという調理の簡単さも魅力です。液体の鍋の素は基本3から4人前の量なので、一人暮らしでは鍋キューブなどの固形で1人前分を作れるものが便利です。置いておくのもかさばりません。鍋の素でなくとも、コンソメスープなどのスープの素や味噌で味噌汁を作ったりするのもいいです。私は大量に作って2日くらいにわたって食べたりしています。一人暮らしで不足しがちな野菜をたくさん食べられるので、鍋はおすすめの料理です。2つ目は、パスタなどの乾麺です。作るのが面倒な時、パスタがあるととても便利です。パスタは茹でてソースと和えるだけで簡単にできてしまいます。早茹でタイプのものを和えるパスタソースとセットで買い置きしておくと、困った時に頼りになります。他にも、私はあまり買わないのですが、カップ麺やレンジで温めるレトルトご飯などを買い置きしていくのもいいかもしれません。このような簡単にできるものを置いておくと、自炊をしなければならないという義務感がなくなるので、自炊をより楽しめるはずです。3つ目はお米です。お米は私にとって欠かせない食材です。私は毎日お米を炊くようにしています。ご飯のいいところは、炊いておけば、究極それだけで食事を済ませることができるところです。前日にタイマーで炊き上がりをセットしておけば、朝、忙しいのに何も用意がないなんて時も、朝食を素早く済ませられます。さすがに白米をそのまま食べるのは味気ないので、ふりかけなどのご飯のお供を買っておくのがいいと思います。ご飯は、米を研いで炊飯器にセットするだけと手軽な上、それだけで1日分の最低限の食事が確保されるので、コスパ最強食材だと私は思います。以上、この3つが私がおすすめする買い置き食材になります。次回は今回紹介したパスタを取り上げます。私が知っているパスタを作る上で豆知識などを詳しく紹介しようと思います。では、この動画が気に入った方はチャンネル登録といいねをお願いします。Thank you.